スキナー箱、レバーがあり、それを押すと、給治装置から餌が出てくる。装置写真、スキナー箱は、オペラント箱、オペラント実験箱とも呼ばれ、主として、ラットやハトのオペラント条件付けや、行動研究に用いる実験装置である。アメリカの心理学者、行動科学者バラス・スキナーによって開発された。 スキナー箱はソーンライクが研究に用いた猫の問題箱を参考に開発されたが、しかしスキナー箱が現在の型になるまでの経緯はなおウイ曲折があった。このスキナー箱の卓越した点は、ラットやハトに応じて、バーやボタンの形状を改良したのみならず、刺激と反応を記録紙に自動的に記録されるようにした点である。これにより、実験記録の自動化が図れ、 実験の効率や精度が高まっただけではなく、これまでの実験装置では発見できなかった、例えば強化スケジュールについての知見などが得られた。以来、約半世紀にわたってスキナー箱は最もポピュラーな条件付け装置として、世界中の心理学研究室や動物実験室で用いられている。スキナーは、1951年に、米国内外のいくつかの大学にスキナー箱を、 送るのと同時に、日本の東京大学には、ラット用、スキナー箱を、慶応義塾大学には、ハト用、スキナー箱を送った。しかし、体重統制や、反応形成といったスキナー箱の使用についての、基礎知識やオペラント条件付けの知識が、まだ浸透していなかったために、動物を入れてもちっとも反応しないが、故障しているのではないかという問い合わせがあったという。 スキナーの徹底的行動主義への反発か、スキナー箱については、およそ科学的でない風評が流れることがあった。中でも、最悪のものは、スキナーは自分の娘をスキナー箱に入れて教育していた。そのせいで彼女は発狂してしまったというものである。これはスキナーが開発した、ティーチングマシンとスキナー箱の混同、オペラント条件付けへの反感などがない混ぜになった、ものである。 ローレンス・レーターは実際にスキナーの娘を取材し、この噂が事実無根であったことを確認している。なお、最近になってコンスタンツ大学の JD ・デリウスらは新しいタイプの鳩用オペラント条件付け装置を開発している。これはパネル本体をホームケージに取り付けて使用でき、複数の視覚刺激を用いた実験を複数のパネルで並列的に コンピュータ制御するためのプログラムが用意されていることから MPP 条件付けパネルと呼ばれる。パチスロスロットマシーンやオンラインゲームはプレイヤーの報酬系を強化する優れた人向けの好きな箱の例として取り上げられることがある。ありがとうございます。